鳥取県での新たな感染確認は105人3日連続の3桁確認となりました保健所別の内訳は鳥取市53人米子43人倉吉9人となっていて依然鳥取市保健所管内が多い状況が続いています感染者の累計は5272人となりました感染発表の推移です 三日連続の三桁で、昨日より三十三人減った。一方で、一週間前の金曜に比べると、四十三人増えています。県内の確保病床使用率は二十三点七パーセント。入院者数は八十三人で、自宅療養者数は四百五十人です。重症者はいません。鳥取県は、新たに二つのクラスターが発生したと発表しました。 1>, 1つは米子保健所管内のスポーツクラブで利用者と従業員合わせて10人の感染が確認されていて施設は15日から臨時休業していますもう1つは米子保健所管内の医療機関で職員6人の感染が確認されていますこちららも15日から休業しています 県は今後専門家チームを派遣して調査指導を行うことにしています県内では教育・保育の現場での感染が相次ぎ臨時休校が続出しています鳥取市立では南中学校がきょう臨時休校浜坂小学校は今月22日まで臨時休校面影小学校と東中学校はきょうまで臨時休校 小山西小学校は今日臨時休校です。与那子市立では南保育園と東保育園で明日まで臨時休園。弓ヶ浜小学校で今日一部の学年が臨時休業。福米東小学校で20日まで一部の学級が臨時休業です。 また、県内で入院療養中の高齢者一人が新型コロナウイルスが原因で昨日死亡しました。県内のこれまでの死亡者数は8人になりました。